よし、とりあえずこんなもんかな。まあ、ちょっと最後らへんぐちゃ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 ってなったけど、一応まあ大体全部ほとんど S 字ラインのやつでいろいろと作ってみました。どうもマホラです。キャンドルカービングやっていきたいと思います。今回は長方形のキャンドル作ってみました。前回はちょっと楕円のちょっと長細いやつだったんで、まあ長方形、まあデザインどういうの作ろうかなとちょっと悩みますけど、まあ基本的にはこれ練習用なんでね、練習のデザインをやっていきたいと思います。そうね、いろいろやって S 字ラインやるか、今回。S 字ラインで、周りを S 字ラインで縁取って、まああと適当になんか削るみたいな感じ。今回のテーマは、まあ、S 字ラインということでいきましょう。 S 字ラインはいいとしてもどういう風なレイアウトで作るかな。うん、そうだね、クルリンも含めた S 字ラインにしておきましょう。とりあえずまず端っこに作るの難しいなこれ。でこれでここでくるりんとして S 字をこうずっとつなげていくみたいな感じにしとこうか。とりあえずこれ形作って、で S 字作ってここでくるりんと。これをずっと繰り返していくかな。これちょっともうちょっと大きく作った方が良かったかな。これ延々作っていくの大変だぞこれ。よっしゃ、とりあえずまあこんな感じで一周してみたけど、こっから面取りするのも大変だな。面取りしたらこんな感じになりましたね。クルリンレースもつなげるとこういう風な感じになるんだな。意外といいチョイスだったかな。あとはちょっと綺麗にちょっとしていこうか、面取りをね、もうちょっと。よし、とりあえず綺麗にして、まあ縁はこんな感じでいいね。じゃあ真ん中どうしようかな。せっかくも S 字ラインで作ったから、全体的に S 字をメインにしたデザインにするか。
うん。よっしゃ、中心部分はまあ S 字ラインでこんな感じにしてみました。ちょっとずれたけどね、中心で周りどうしようかな。周りも何かしらの S 字の作っときたいよね。よし、とりあえずこんなもんかな。まあ、ちょっと最後らへんぐちゃってなったけど、一応まあ大体全部ほとんど S 字ラインのやつでいろいろと作ってみました。まあやっぱり外枠の方の S 字ラインは結構思ったよりもうまくいったんじゃないかなと思います。あとまあ中心の方もまあそれなりに、ただそのあと周りがねちょっとぐちゃってなっちゃったけど、まあこんな感じになりました。